はい、こんにちは。今回はですね、懐かしの商用車コレクションです。これもね、ちょっとね、買い逃したりするとですね、毎月2台ずつこれで出てくるんですよ。だからこれをちょっと逃がしたりすると、どん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 新しいものが次から次から出てきたんですけども、これは日産キャブオールです。狩猟犬仕様ですね。でこれは1970年代日産の主力2トンキャブオーバートラックでして、売れ筋の重量が増が1機からが3トンサイズのキャブオーバー型小型トラックは各メーカーともにさまざまなことを施してきた。特に1970年代頃まで車種の合理化が進んだ現代では考えられないほど多く、例えば日産では 1.5 から 1.5 トンクラスにキャブスター、フォーマー、2トンクラスではキャブオール、フリッパーをカタログに載せていた。これは1967年、昭和40年に日産がプリンスを追求合併した際に、プリウスのトラックであるフォーマーとクリッパーを日産に引き込んだ名式である。一方、日産出身のキャブオールの歴史は古く、初代は日産初のキャブオーバー型トラックとして、1957年、昭和32年デビュー、1966年、昭和41年の2代目が、1976年、昭和51年になった3代目が登場。しかし、この3代目は実際に2代目のキャブオーバーを利用して、よく見るとドアやフロントウィンドウが同じであることがわかる。その一方で、シングル車だけはエンジンやブレーキを強化されていたほか、1978年、昭和53年にはリアタイヤを故障し、2台をフルスラットに、さらに高さは約78メートルも抑えたスーパーロースリーが設定し、新機能を打ち出した。今回はこの3代目キャブオーバーのスーパーロー立体化、特徴的なフロントウィンドウの形状や多い特徴順路、今の根拠、ダブルタイヤが再現した。用事は、資料店として2台の各種サイズの資料袋を搭載、店舗の行政を山梨県に設定し、ナンバーに4桁数字の形式の C340 から引用した。望月商事資料店といった名は、望月が山梨県に3番目の多いことが取っている。なお、この台からキャブオールというクリーパーは同一車種で名前だけ違うというモデルとなり、さらに日産ディズナバー配送を入れて3兄弟を形成した。しかし、1981年、昭和56年、高級車種のアトラス及び日産ディズルコントロールが登場したことで、3兄弟のみだと 1.5 から 1.5 トンクラスのキャブスター、フォーマーを含めて、消滅していると、いうことですね。で、その資料点を、まあ、再現した車が、このキャブオールという車ですね。まあ、この車はね、まあ、いろいろな兄弟みたいなのまして、バイソンとかね、ありました、あったりしましたね。フォーマーとかクリッパーとか、いろんなのがキャブスターとかね。キャブスターにしてもすっとぼけておりましてもいってほしいですね。しかしてその実態はキャブスターですみたいな、意味がわからないみたいなね、CM があったりしましたけども、あとは、ですね、バイソンっていうね、いきなりね、牛にこうカウボーイみたいな姿をした格好したね姉ちゃんがやってきたかと思ったらね、姉ちゃんカウボーイをかぶった姉ちゃんがね、バイソンに乗って、この方と同じトラックですよに乗ってですね、やってきたと思えばですね、後ろからものすごいスピードでバイソンがね、牛のやつですねが迫ってきてですね、で、バイソンとかってですね、いきなりどっかの海外の外国の方がですね、いきなりバイソンって言うんですよ。なんだ、あんたは誰だっていうツッコミがあるんですが、いきなり海外の人がバイソンって日本語で言うんですよ。そういう意味のわからないすっとぼけたね、CM とかがあるんですね。で、まあこういう風な形で今では、まあなかなかこう見かける、ことはなくなりましたが、まあこのキャブオール。まあ、私が生まれた時にはもうこのトラックはもうすでになかったかな。あんまりこれは見たことない。私が見たと生まれた時に物心ついた時はもうこのトラックはもう走ってなかったかもしれない。ただまあ同じ年代ぐらいの人だったらもしかしたらどっかの村とか町とかによってはまだ現役で活躍しているこの代のキャブオールを見たという方もいらっしゃるかもしれませんね。ただ今このキャブオールが今現在でもどのくらい現役で走ってるのかっていうと、もう50年以上前の車だからどれくらい走ってるのかはまあわからないですけども、まあ今のねデザインの車とはまたちょっと違ったね、昔の車ってこう個性的なデザインだったので、まあそういうところがね良いなというところですね。
で、このようになっていて、これもですね、残念ながらですね、これ接着剤かでなんか固定されてるものなのかなと思ったらですね、これが動いちゃうんですね、場所によってですね。で、こう、おかしいやろみたいなね、なんか固定されてるものになってるのか、あるいは接着剤でくっついてるのかって言ったら分かるんだけど、これをなんか、だから多分、これを取ったら取り外しができるんじゃないかなと思うんだけど、こういう風になってるわけですよ。だからそういった点で、多分その取り外したりできるよという点での楽しさという点で、わざとこういう風にしてるのかも、まあ分からないんだけども、まあなかなかね、こうやってちょっと動いてしまうっていうのは、もうちょっとなんとかなんか工夫してもらえなかったからというのがあるんですが、まあキャブホールのこういう、形でね、なかなかこうしろとか、まあトミカサイズだとちょっと難しいかもしれないんだけど、まあこのぐらい43分の1ぐらいだと、こういうところがちょっと細かいところがこう資料のところとかね再現されていて、まあ中にはこれ難しいところは同じ車種もあるんですよ。同じ車種もあるんだけど、相当私これもこのシリーズを迷ったんだけども、荷台が違うんですよ、荷台が、運ぶものが。で、あと価値が出てくるっていうことね。で、これは荷台が、要するに同じ車種でも、例えば同じビジェットでも荷台が違ってたりとか、多少のその店によってそのカラーリングが違ってたりするんですよ。で、そうすると価値として考えてみても価値が上がったりするんですよね、こういったの。うん。で、何しろこれは1月に2台ぐらいしか出ないから、もうそれが全部売り切れてしまったらもうないんですよ。うん。よほど強い要望がなければ再度、作るっていうことはないんですね。うん。だから、まあ、こういったものっていうのは、まあ、当初、まあ、ちょっとした本が入ってて2000円という感じなんですが、これが4000円、5000円とかすごい値段になっちゃいますからね、これ。ですから、まあ、そういった点で考えてみても、まあ、こういったちっちゃいものが積んでるやつっていうのは、やはり後々になってこうやって荷物が積んでると積んでないって全然違うんですね。トミカサイズなんかでもそうだけど、やっぱり荷物が積んでると積んでないとじゃ全然違くて、積んでるとより価値が高くなるんですよ。うん。何しろそういったものってなくしやすいですからね。で、なくすこともなくきちんと積まれてるものだと価値が高くなるということで、これもまあ珍しい、車だなという形です。どうもありがとうございました。